チャールズ・ベインは、イギリス出身の海賊。イギリス戦とフランス戦を略奪した。海賊としての活動は1716年から1720年。ブリガンティン、レンジャーを帰還とした。ポートロイヤルの公主代で最後を迎えた。バハマ、ニュープロビデンス島のイギリス入植地が1713年に放棄されると、海賊船長たちが拠点を置くようになった。ベインも、 その一人である。1718年にバハマ総督、ウッズ・ロジャーズが2隻のイギリス海軍船で海賊を脅かしたとき、ベインは単身抵抗し、奪ったフランスの焼き打ち船で海軍艦艇を撃退した。ベインは高速スループ、レンジャーに乗り、総督に発砲し、帰還を予告して逃げ去った。ベインの初期の人生についてはほとんど知られていない。 ロンドン出身で、おそらく、スペイン継承戦争の最中にポートロイヤルに渡ったとされる。1715年7月20日、ハバナを出港したスペインの財宝船団がフロリダ湾で難破し、700万ペソにも及ぶほどの財宝がフロリダ東部の海岸に散らばった。スペイン人はこのうちの一部を回収して、ハバナに運んだが、残りの財宝をヘンリー・ジェニングス率いる。 海賊団が奪ってしまった。ベインはこの時、ジェニングスの部下として働いており、武装した攻撃隊の一員に加わっていた。この攻撃からしばらく経って、ジェニングスが再び財宝の強奪に向かった際も、一味に加わり、フランス戦産マリー号の略奪などに参加した。ジェニングスは、海賊共和国として知られる、ニュープロビデンス島、ナッソーを拠点に置いた。ベインは、 海賊が支配する港町で自由を謳歌し、財宝船からの戦利品を使って暮らし、海賊の流入以前からの入植者を脅し付けたりして気ままに過ごした。1717 17年9月5日、イギリス国王ジョージ一世がすべての海賊に対して足を洗うことを条件に恩赦を申し出た。この知らせはバミューダからナッソーに届けられ、海賊たちは 大きく二つの勢力に分裂してしまった。ジェニングス、ベンジャミン・ホーニゴールド、ジョサイア・バージェスなどは恩赦を支持したが、ジャコバイトであり、ジョージ一世に反感を覚える勢力はこの恩赦に、激怒した。ポールス・スグレーブ、ウィリアムズ、エドワード・イングランド、ジャック・ラッカム、クリストファー・コンデントなどがここに含まれ、ベインはそのリーダー格であった。ベインは、 恩社を受け入れようとするかつてのシジェニングスや、それに同調する者たちに深く失望し、密かに外部のジャコバイト支持者に支援を要請することにした。イギリス軍人でありながら、ジェームズ・スチュアートに寝返ったジョージ・カモック艦長にメッセージを送り、メアリー・オブ・モデナに取り次いで、バハマ諸島及びバミューダにジャコバイトの軍艦を派遣するよう依頼した。1718年1月、 海賊たちの意見はまとまらず、ベインは島の防備を強化してイギリス政府と交渉すべきだと主張したが、ジェニングスはバミューダのベンジャミン・ベンネット総督に投降してしまった。コンデンともアフリカやブラジルに活動拠点を移してしまい、その他多くの海賊たちも各地のイギリス植民地に散らばってしまった。ベインは16人の仲間を連れてスループ船ラク号を入手し、ナッソーから 近下場の停泊地で海賊船として整備した。2月23日、イギリス海軍のビンセントピアース艦長が指揮する HMS フェニックス号が王の布告を直接伝えるためにナスソウにやってきた。島に残っていたホーニゴールドなどの恩赦の支持者たちは、ピアースを定庁に迎え入れ、島の抵抗勢力であるベインについて報告した。ピアースはそれらをもとにバスケスケーという 小さな入り江に潜伏していたベインのラーク号を補足。勝ち目がないと見たベインの一味は投稿せざるを得なかった。ピアースは国王の名のもとにラーク号を没収し、ベインら囚人たちをナッソーへ連行した。ピアースがナッソーに戻ると、法にゴールド、バージェスなどの恩恵派の海賊船長たちが多くの者がベインの処刑を不安がっている。彼らを釈放すれば、 ナスソーの住民を投降させるのに大きな意味を持つだろうと助言してきた。ピアースはこれを受け入れ、ベインとその人味を釈放し、王の寛大さを示した。さらにピアースは、新たなバハマ総督はウッツロジャーズであり、夏頃にナスソーに到着すること、恩赦を受ける者には、署名入りの証明書が発行されること、その証明書をもとに保護されることなどを説明した。 ベインを連れたホーニゴールドらは去っていったが、これは大きな過ちであった。2月26日、フェニックス号に投降を希望する海賊たちが殺到してきた。ホーニゴールド、バージェス、ポールスグレーブ・ウィリアムズなどが名を連ね、ホーニゴールドの海賊仲間である、ジョン・コックラム、ダニエル・スティルウェル、さらにジェニングスの仲間であったリー・アシュワースなども、恩赦を受け入れた。ベインもこれに加わったが、 それは、表向きのことであり、密かに、海賊行為の再開を目論んでいた。3月に入ると、ベインの一味はボートを使って秘密裏に、フェニックス号を通り過ぎ、港の入り口を通過した。この一味には、エドワード・イングランド、ジャック・ラカムなど40人が参加しており、ナッソーの東部に潜伏した後に、ジャマイカの貿易スループ船を2隻のボートで打破した。ベインはスループ船で、 港の裏口を通って、フェニックス号から見える場所まで移動し、そこで海賊旗を掲げて軍艦に見せつけるように戦利品を砂取り始めた。この侮辱を受けたピアースは直ちに討伐隊を編成して棒音で海賊船を目指したが逆に撃退されてしまった。これによって海賊たちの投降ムードは大きく変動した。住民の中には ベインに堂々と補給品を提供する者まで現れ、フェニックス号の存在感は薄れた。ピアースは迂かにも没収していたラーク号を個人的な小取引のために出向させたが、これもベインに奪い返されてしまった。ベインは急速に仲間を増強し、その一味は75人にまで膨れ上がり、もはやフェニックス号では手に負えなくなってしまった。四月四日、ベインは外洋に脱出し、 その数日後には、ナッソーの掌握に失敗したピアースも去っていった。その後、ベインはバハマ周辺の海域を荒らし回り、その残酷さで悪名を轟かせた。特に、バミューダのベネット総督が海賊を拘束したというニュースを聞いてからは、バミューダ船への扱いはとりわけ残酷になった。また、ベインとその乗組員たちは襲った船の船員たちが、 降伏したにもかかわらず、彼らに暴行を加えた。時には、拷問を加えて、金目のもののありかを聞き出したりもした。4月14日、ベインは、エドワード・ノース船長のエドワード・アンド・メアリ号を、打捕した。ベインと、乗組員たちは捕虜を、バウスプリットに縛り付け、目の近くに点火したマッチを近づけながら、銃を口に突っ込んで尋問したという。 目玉を焼き毛にした後で打ち殺してやると脅迫し、金目のものは奴隷も含めて全て奪った。さらに5月17日、ベインはバミューダ席のダイヤモンド号をおだほし、乗組員たちを殴り、吊るすなどの虐待を加えた。その頃には、ラーク号は、レンジャー号と解明されていた。またベインは、ジャコバイトの支援を受けられると楽観視していたという。 ベインの一味が4月28日に、ナッソーへ戻った時には、さらに、バミューダ船3隻、ジャマイカ船3隻、ニューヨーク船1隻、ボストン行きの船1隻を獲物にしており、一味の人数も90人以上に増えていた。その数日後、ナッソーに黒ひげ子とエドワード・ティーチが帰還した。ベインはティーチらと休校を温めたものと思われる。ベインはその後もジャコバイトの援軍を待ち続けたが、 ついにそれが訪れることはなかった。やがてベインは、援軍よりも先に国王に任命された、新総督がやってくるだろうと悟った。海賊共和国の崩壊を覚悟したベインは、5月末、エドワード・イングランド・やらカムを集め、クルックド島近くで、かつての仲間である、ジョン・コック・ラムの弟が船長を務めるリチャードジョン・ゴーを奪い取った。ベインにとっては恩赦を受け入れた元海賊も、 獲物だったのである。6月、ベインは数隻を打破し、そのうち一隻の指揮をエドワード・イングランドに任せた。ベインの総打手はラ・カムが引き継ぎ、一味は捉えたフランス戦を帰還とした。さらに6月23日にはポルトー・プランス近くのレオガヌ・コにて別のブリガンティン、フナさん・マルタン号を捉えて乗り換えている。一味は、この航海でさらにロードアイランドのドレイク号。 アンドロス島からの熱帯材を満載したアルスター号、ロードアイランドのイーグル号、そしてナッソーの港で2隻のスループセンダブ号とランカスター号を打破した。ランカスター号の船長はかつてナッソーの政府高官であったトマス・ウォーカーの息子、ニールが船長を務めていた。この大規模な戦火を挙げたベインは勢いよく上陸し、ホーニゴールドなど恩赦を受け入れた海賊に対して、 横柄な態度をとった。そして入港する船をことごとく拘束し、約20日間の間総督のごとく支配した。この大騒ぎの後、ベインは3 0単号に大砲を装備し、出港の準備を整えた。ベインの計画ではブラジルに行き、そこでコンデントやオリビエル・バスールなどと合流しようとしていた。総督に反抗するチャールズ・ベイン・アレン・ギンターの シガレットカード、パイレーツ・オブ・ザ・スパニッシュシリーズ7月24日、ベインが出港の準備をしている最中、ウッズ・ロジャーズの艦隊がナッソーに到着した。ベインは先行して入港してきたフリゲート艦ローズ号に、ロジャーズに宛てた手紙を渡したが、返事が来ることはなかった。ナッソーの港は前面に、小島があるために2つの入り口があり、ロジャーズの2隻の軍艦は、 一方の入り口を封鎖し、もう一方は開けたままであった。これを見たベインは、怒りの綱を切り、打破して、港に止めていた、フランス船に火を放ち、軍艦に放火を浴びせながら出航した。この時ベインは、チャールズイエーツ船長のスループ船、キャサリン号を奪い取っており、イエーツも無理やり仲間にしていた。総督は、バック号をベインの追跡に向かわせたが捉えることは、できなかった。 ベインはその後もロジャーズにメッセージを送りつけ、護衛船を焼いて護礼する、戻って、貴様を追い出してやると脅迫し、ロジャーズの悩みの種となったが、結局プロビデンス島に戻ることは二度となかった。ベインは次々と船を奪っては乗り換えている。まずバルバドスのスループを打破し、イエーツ他25名を乗り込ませた。次には、大砲12門搭載のブリガンティン、1000名は、 レンジャーと解明された。8月30日、ベインの一味は、サウスカロライナ植民地のチャールストンの港を封鎖した。哀れにもこの港は、数ヶ月前にモィーチの攻撃にあっており、再び海賊の脅威にさらされてしまった。ベインは36時間をかけて、港から8隻の船を打歩、略奪した。大きな成果を上げたに見えたが、ベインはその性格ゆえに嫌われていた。 彼は、イエーツのスループ船とそれに乗船している乗組員に、対して王兵であり、いつも、がしろにした。人手の少ないイエーツの船に、多数の黒人奴隷を積み込んだことも彼らの反感を、買う要因となり、嫌気がさしたイエーツはついにベインの人味から離脱して、国王の社名を受けることを決めた。チャールズタウンの略奪の後、イエーツは、 ベインのレンジャー号とは逆方向に船を進めた。ベインはイエーツの離反に激怒して砲撃を浴びせたが、その逃亡を阻止することはできなかった。さらにその頃、スティード・ボネット討伐のため、サウスカロライナ植民地のロバート・ジョンソン総督によって派遣されたウィリアム・レッド大佐がベインに物資を略奪されてしまったという船に出会った。彼らはレッドに一味が南に向かったという情報を、 話したが、これは、ベインの嘘であり、実際には北進していた。これにより、ベインは、レッドの手から逃れる。9月14日、ロジャーズは、ベインの一味が、バハマ諸島、アバコ島のグリーンタートル系に潜伏しているという、情報を得た。ベインはそこで、戦利品の分配や、経線修理、そして、ナッソーに関する情報収集を行っていた。 ロジャーズはホーニゴールド及びジョンコックラムを試略船の指揮官に任命し武装したスループ船を与えてベインの逮捕に向かわせたが彼を捕らえることはできなかった。だがホーニゴールドたちは代わりにウルフ号の船長ニコラス・ウッドオールを連行した。ウッドオールは恩赦を受けた元海賊でロジャーズの目を盗んでベインに物資や情報の提供をしていたのである。ロジャーズはウルフ号を没収し、 ウッドオールを投獄した。10月、グリーンパートル系で追ってから逃れた後、ノースカロライナのオクラコーク島に向かったベインはそこで、ティーチと再会した。彼らは、空高く大砲を発射して、これを礼砲とし、その後1週間もの間海賊の祝賀会を楽しんだ。その後、ベインは、バハマ諸島まで戻り、ティーチは引き続き、カロライナで海賊行為を行った。ティーチは、 最終的にこの地で、スポッツウッド総督に派遣された、ロバート・メーナード大佐により殺害されてしまう。ベインは、バハマ諸島に戻り、エルーセラ島を襲撃して、多数の食料を奪った。さらに南下した先で、小型のスループ船とジャマイカのブリガンティン船、エンデバーゴーを打破した。ベインと一味は、エンデバーゴーの船長であるジョンシャトックをオーダーして、虐待し、物資を略奪した。 11月23日、フランス軍艦と遭遇したが、軍艦相手では歯が立たないと考えたベインは逃げることを主張し攻撃しなかった。乗組員たちはこれをベインの臆病の発露と捉え、投票によってベインは船長の地位を追われることとなる。総打手の中ムが新たな船長となり、ベインに小さなスループ船としばらく生きていけるだけの食料や弾薬を与えて追放した。 再起を図ったベインはいくつかの船を襲って船員を仲間に加えた後、ホンジュラス湾のボナカ島でジャマイカ石のスループ船を奪い、これを海賊船とした。だがベインに最後の時が迫っていた。1719年2月、ベインの船は嵐で難破して、ホンジュラス湾の無人島に漂着した。数ヶ月後、ようやく船が通りがかったが、 この船の船長はかつて海賊だったホルフォードという人物でベインの顔見知りであった。ベインは救助を求めたが彼の証拠を知っている。ホルフォードはこれを二べもなく拒否して行ってしまった。その後また別の船が通りがかり、今度は救助されるがその船の船長はホルフォードの知り合いであった。正体を見破られたベインは死かせをはめられてジャマイカに連行され、 裁判の後公主刑に処された。彼は自らの罪を悔いる言葉は一切言わずに死んだ。ありがとうございます。